住谷幸信は、日本の実業家、社会企業家、元政治家、平成レックス株式会社代表取締役社長、日本スポーツ少年団常任委員、元高松市議会議員、元鎌田丸さぬき代表取締役社長、香川県高松市出身、高松商業高校では、サッカー部に所属し、高校総体に3年連続出場。 三年政治は首相。1976年に、現田サッカースポーツ少年団を創設し、更新の指導に当たる一方、高松昇高 OB、サッカークラブの選手として、第1回四国サッカーリーグ出場。1980年、スポーツ少年団指導者協議会指導者研修で、法王し先進的なスポーツクラブについて学ぶ。1987年にも、 日独スポーツ少年団同時交流に引率指導者として再び報読。1997年から高松市スポーツ少年団本部長を務め、2003年から香川県スポーツ少年団本部長、2006年から日本スポーツ少年団副本部長を務める。その他、日本体育協会機関誌豊かななスポーツライフをサポートする情報誌 スポーツジャパンの編集副部会長や広報、普及部会長。一方で、1995年、高松市議会議員選挙に出馬し初当選。2010年に、第90代高松市議会議長に選出されると、共に、香川県市議会議長会会長、四国市議会議長会会長を歴任する。2004年、交渉 OB クラブのチームメイトであった。 高松商工サッカー部監督の山下健一らと、共に J リーグを目指すサッカーチーム、高松 FC の創設に尽力。チームは後に公募により、かまたま荒れさぬきの名称となり、代表を務める。2008年に法人化した際には、初代社長を元高松市総務部長の熊野実に譲るも、熊野の体調不良もあり、2011年1月からは、 代表取締役社長に就任する。これに伴い、同年4月の同市議会議員選挙に出馬せず、4期満了をもって議員を引退した。2013年4月30日、大幅な赤字経営が続く鎌玉あれさぬきに対する行政からの支援を受けるにあたり、隕石の形で株式会社鎌玉あれさぬきの社長を退任して相談役に就任した。 2014年から2016年香川大学地域マネジメント研究科にて地域スポーツ主に少年サッカー教室、バレーボール教室について研究を進めた。ありがとうございます。